あれは関東地方が梅雨入りをする少し前、6月11日の出来事でした。私はこの日、参議院で開かれた拉致問題特別委員会の模様をインターネット中継で見ていたんです。するとしばらくして、日本の国会中継からはおよそ聞こえてくるはずのない発言が突如聞こえてきたんです。北朝鮮にワクチンを送れ、日本で買ったワクチンを北朝鮮に送れ、北朝鮮がハッピーになる短所が欲しい、日本の本気度を見せたらどうですか。北朝鮮側もこの委員会を見てますよ。私は恐怖のあまり思わず両手で耳を塞ぎ、まぶたを固く閉ざしました。しばらくしてなんとか気持ちを落ち着かせ、ゆっくりと呼吸を整え、冷静さを取り戻すと自分にこう言い聞かせたのです。日本の国会議員がこのタイミングで北朝鮮にワクチンを送れなどと言うはずがない。今のはきっと聞き間違いだ。連日の公務で疲れがたまって幻聴が聞こえたんだ。うん、そうに違いない。そう自分に言い聞かせ、再びゆっくりと視線をパソコン画面に戻しました。するとそこにはマスクを二重にした立憲共産と失礼立憲民進じゃない民主共産じゃない、とにかく野党第一党のあのババ、失礼、野党第一党のクソバ、失礼、森友子議員が茂木外務大臣を恨めしそうに睨みつけて立っていたのです。北朝鮮は現在までコロナ感染者はいないと言っています。また国際社会に向けてワクチンが欲しいとも言っていません。ただ世界では今、COVAX という枠組みの中で途上国にワクチンを提供する活動を行っています。この COVAX からワクチン提供を受けた場合、接種状況の監視・モニタリングがその国に入るため、これをこの北朝鮮が嫌がっているとの情報があります。そんな中、日本が単独でワクチンを送りつければどうなるか。おそらくは森友子氏と同じぐらいヒステリックなキム・ヨジョンあたりが出てきて、欲しいと言っていないワクチンを日本がいきなり送ってきた。邪魔だから爆破してやった。などと言いながら、裏では朝鮮労働党幹部や特権階級の者たちがワクチンを接種しまくるんでしょう。そして日本は経済制裁を行っている世界との足並みが崩れ、世界の信用をなくし、拉致問題解決はますます遠のいてしまうことでしょう。それでも森友子議員は続けます。なんと今度は捏造で有名な朝日新聞の記事を取り上げてこう言い放ったのです。拉致問題の調査報告が北朝鮮側からあったにもかかわらず、その報告書を日本側が受け取らなかったんじゃないですか。この質問に対する政府の答えはこうです。ストックホルム合意以降、北朝鮮から調査結果の通報はなく、報告書も提出されておりません。すると森友子議員は、ということはこの朝日新聞の報道は嘘だって言うんですか。はい、そうですとはっきり言うわけにいかない政府は、
北朝鮮から調査報告書は提出されておりませんと同じ答弁を繰り返すのみにとどめました。すると森裕子議員は言いました。大変残念であります。いや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 、残念なのはお前と朝日新聞だろっての。それでもヒステリックに森裕子は続けます。北朝鮮にワクチンを送れ、日本で買ったワクチンを北朝鮮に送れ、日本の本気度を見せたらどうですか。ワクチン欲しいとも言っていない北朝鮮に森裕子はなぜワクチンを送りたがるんでしょうか。北朝鮮から何か言われてるんでしょうか。日本の本気を見せろというのなら、まずはご自身の口から拉致被害者を全員返してくれるなら私はその身代わりになりますぐらいのことを言ってもらいたい。もちろん与党自民党公明党にもその覚悟をどうか強く持って拉致問題解決に全力で挑んでいただきたいと思います。拉致被害者を全員返してくれるなら、私はいつでもその身代わりになります。